今回は豚肉と白菜の旨煮の作り方を紹介します。白菜は鍋に入れて食べるのも最高ですが、旨煮にすることで栄養と旨味がたっぷりの汁まで逃さず食べることができます。さらに短時間で調理できてトロトロで味の染みた白菜が味わえますよ。それでは作っていきましょう。まずは白菜をカットしていきます。白菜は外側の数枚を剥がした内側のものが煮物には適しています。葉と茎に切り分け、葉の部分は5センチ幅にカットしていきます。切った葉は茎と分けたボウルに入れておきます。茎は繊維を包丁の腹で叩き、壊してから繊維を切るように斜めにそぎ切りしていきます。それを縦に半分にカットします。そぎ切りすることで厚みのある茎の部分が均等になり、火の通りが均一になります。包丁で叩くことで煮た時に味が染みやすくなります。葉と茎は時間差で炒めるので別々にしておきます。材料は白菜4枚、豚肉スライス 100g、 うずらの卵水煮10個、乾燥きくらげを戻したもの 10g、 にんにく8個、生姜 5g です。うずらの卵の半量くらいは後で油で揚げるため、温度差で破裂を防ぐためお湯で温めておきます。残りのうずらはそのまま使います。鍋の油を中温よりやや低めに温めてニンニクを揚げていきます。温度調整が難しければ冷たい油からじっくりと揚げても OK です。その間に温めていたうずら卵にお湯を切り、醤油を少量まぶしておきます。醤油をつけて揚げることで香ばしい風味をつけることができます。そのままのつるっとしたうずら卵と食感と風味のある2種類の味が楽しめます。ニンニクがこんがりとした色になったので引き上げます。うずら卵も揚げていきます。揚げる目安は中温でだいたい30秒くらいです。こんがりとしたいい色になってきたら引き上げます。ニンニクもうずらの卵も揚げるのが大変でしたら、そのまま煮るだけにしてもいいですよ。鍋に大さじ1くらいの油を残し、生姜を香りが出るように炒めていきます。豚肉も入れて炒めていきます。Thank you.
豚肉を大体炒めたら白菜の茎を入れて炒めていきます。ちょっと油が足りないようでしたら少量足してください。葉の部分とキクラゲを入れ炒めていきます。紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油を大さじ 1.5 から2を鍋肌から香りが出るようにして入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 100cc 入れます。砂糖を小さじ1入れます。砂糖を少量入れることで白菜の甘みを引き出すことができます。揚げたニンニクとうずらの卵も入れます。そのままのうずら卵も入れます。蓋をして弱火で1分くらい煮ます。1分したら蓋を外します。白菜がトロトロでしっかりと味が染みています。火を一度止めてから水溶き片栗粉を入れていきます。鍋を傾け汁を寄せそこに水溶き片栗粉を入れていきます。入れたらすぐに混ぜていき加熱してとろみをつけていきます。ここでしっかりと加熱することで余分な水分を抑えて汁と具材をまとめることができます。片栗粉はそこに残らないように型までよく混ぜ合わせていきます。最後に香り付けのごま油を少量入れれば出来上がりです。皿に盛り付けます。トロトロに煮えて味の染みた白菜と豚肉の旨味が合わさりニンニクの風味が食欲を増進します。さらに食感の違う2種類のうずら卵とコリコリしたキクラゲがいいアクセントになっています。ご飯の上に乗せて中華丼にしても美味しくいただけますよ。今回は豚肉と白菜の旨煮の作り方を紹介しました。詳しいレシピと作り方はブログにも書いていますので確認してみてください。ブログのリンクは概要欄に貼っておきます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。